はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ハッカリン様、チョメ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。今日7月8日は安倍総理の命日、謹んでお悔やみ申し上げます。あっという間に2年経ってしまいました。早いっすね。山上の裁判まだ1回も始まんねえんだけど、何やってんの？裁判所、裁判官。私のあの河野太郎の裁判もですね、年末に訴えられて、まだ始まんない。9月9日も第4回非公開口頭弁論、であのまだ始まんないんですけれども、山上のはあのとうとう精神鑑定が終了して問題ない、精神異常ではないっていう結論が出たとこなのかな。ちょっとね、あの裁判とか裁判官とか弁護士とか、あの現代化しないといけなくないですか？明治の頃と同じようなやり方やって、そりゃさ、あの文書はあの横書きになって、メールとかファックスとかなったけれども、やってることね、あの明治時代と同じことやってて、いい加減そろそろあのブラッシュアップっていうか洗練させないですか？時間かかりすぎだろ。そんなことだから、裁判官ムラがあるから、ばらつきあるから、判決に、もう AI にやらせろっていう話にもなっちゃうんだよね。東京都知事選選挙結果、小池百合子 291.8 万票、石丸伸二 165.8 万票、蓮舫 128.3 万票、田母神さん 26.7 万票。まあ、あの小池当選続投なんですけれども、蓮舫票は114万から最大で150万票と予想してましたが、結構減ってますね。あの都内のパヨ票、128.3 万票。2022年6月参院選東京選挙区のパヨ票がこちら、共産党山添拓 68.5 万票、蓮舫 67.0 万票、合計 135.5 万票でありました。まあ、あのこれぐらいなのかな。立憲と共産が、応援したからね。2年間で、パヨが7万人ぐらい減ってる。ぶっこされたんですかね。この時ね、あの山本太郎が56万票取ってますけれども、この頃はあの山本が、パヨパヨしてる第二共産党ってバレてない頃で、この56万人は、石丸さんのとこにでも行ったのかなーって。まあ、あのふわっとした、そうなんですけれども、いける、勝てるとハイになっていたパヨどものツイッターが、阿鼻叫喚東京の民度が、都民バカバカ、不正選挙だー、毎度のあれですね。パヨさん怒りのタグ遊び、東京終了トレンド入りしておりました。頑張ったね。愚民をついバカにしちゃう癖を改善しなければ。お前の兄様だって。バカほど自己評価が高いダニングクルーガー効果でしょうか。日本は最低の国になり下がったなんて言ってるパヨもいました。相変わらず主語でかいですよね。日本はって、ちょっと主語でかすぎんだろ。そう思うなら、どっかに移住すりゃいいじゃない。どっかに引っ越せば、韓国とか、中国とかに。ハイになってたパヨどもが、ストレスで免疫落ちて、風邪でも引けばいいんですけれどもね。東京都知事選、年代別支持率。やはりというか、事前調査の通りというか、蓮舫支持率が高いのが60歳以上。60代と70代を比べると70代の方が率が高かった。世論です。そりゃあ学生運動世代、氷河期は小池か。蓮舫を知らない人がいないぐらいなのに3位、悪目立ちしたんだろう。共産党と組んで印象がいいわけないし、共産党と組まなければ2位だったかもな。連合があれだけ立憲に忠告するだけあるわな。女性票も若者票も取り込めないってやばいな。テレビないのに知りませんでしたけれども、全部の局で小池下げ蓮舫上げが激しかったそうでありますね。一日中テレビ見ている高齢者が洗脳されてしまうのは致し方ないところ。パソコンでネットの動画を楽しめるたったの 11% のエリート高齢者でない大部分がそうなんだから、まあしゃあないですね。
89% が、まあ、テレビ見てんだもんな、あの、65歳以上の 89% が、パソコンで動画見れない、ごく一般的な、まあ、あの、テレビ見てんだもんな、しゃあないですね。蓮舫敗戦の弁、初めて肩書きがなくなるわけですから、その部分では自由になれる。政治に関わらず、文学や哲学も体系的に学んでいきたい。世論です。今まで何してたんだって。立候補前に学んでおくものじゃないの。次の就職先は共産党だろう。入党に備えて共産主義を学ぶのか。前にもこんなこと言ってなかった。人に嫌われない方法を学んでください。やっぱり2位でいいと考えてると2位にもなれないんだな。仕分けされた気分はどうですか。自分はもうオワコンだと学ぶべき。生コンも応援に来てたね。そんなことより違法ステッカー剥がしてください。蓮舫支持者どもが都内中にですね、R シールを貼りまくってたみたいですね。迷惑残って、頑張れ蓮舫陣営、法律に負けるなあっていう投稿もありました。なんか勉強していきたいって新人議員みたいなことを言ってますけれども、お前議員生活20年の大ベテランだろうがって、参院参議3期2期とちょっとか、2期と2年か、20年、まあ立憲議員全員に言えることですけれども、何を言っても何をやってもテレビ新聞ががっちりかばってくれますから、大失敗してもよ、大失言してもよ、自分らにはその失敗したっていう、失言したっていう自覚もないんじゃないかな。小西博之なんかひどいもんですよね、あいつ。なんか俺は頭いいみたいに思ってるみたいだけど、変なこと言ってますよね。バカみたいなこと。隠して何の進歩も改善もなく、ただただ劣化していくのみと。アホの立憲、選挙結果にショック、信じられない。何が原因かよくわからない。世論です。わかんないの。いくらなんでもそんなわけないだろう。信じられないという声が信じられない。それがわからないから負けたんだよ。連合が逃げた時点で気がつけよ。不都合を見なかったことにするのが染みついてるからわかんないんでしょ。思想が偏り、認知が歪んでいるから正常な判断ができないんだよ。本気で勝てると思ってたみたいだな。そもそもなぜ勝てると思ったのかと。立憲のベテラン議員ね、蓮舫凱旋の盛り上がりにこの風なら勝てるって、言ったらしいんですけどね。ベテランがそう言うんだったら、下地も下っ端は余計そう、勝てる、いけるって灰になっちゃいますよね。で、今負けて呆然としてるとこっていう。その盛り上がりね、通行人と埼玉、千葉、神奈川などから駆けつけた都民じゃないパヨも大勢いたんですよ。動員かかって。ベテラン議員でこれだもんな、敗因がわからないのも納得であります。2012年12月、民主党選挙大敗、野党転落、パニックになった民主党はですね、我々のどこがこんなにも嫌われたんでしょうか。アンケート調査実施評価1位の回答、そんなこともわからないところでした。11年間まるで何にも進歩も改善もしてなくて笑っちゃうんですけども、テレビ新聞のガードで、気持ちよいぬるま湯に浸りながらこのままゆっくり滅びてってほしいですね。まあ早急に滅びてくれても構わないんですけども、全然進歩してなくて笑っちゃうね。共産党小池晃職長、共闘がマイナスに働いたことは一切ない。何の根拠も示さず断言、俺は悪くないを発動。世論です。じゃあ蓮舫のせいって言いたいのかよ。オールサイクで押してこれが終わってんの。共産党と組んで最速の失速を実現した蓮舫さん、面白すぎる。高齢者党員で大盛り上がりだったのを見て宗教だと思ったわ。小池にヤジかましつつ動員のやつらのやり方がまんま学生運動で都民がしらけたと。さらに小池晃、希望が広がった。戦いはこれからだ。蓮舫逃がさないよ宣言もしておりました。世論です。こわ、もう逃げられんぞ。一度食らいついたら骨までしゃぶるで。共産毒まんじゅううまかったか。ジャンプの打ち切り漫画が。つくづく自分の状況分かってないな。100万票超えたから大勝利とか思ってそう。立憲から支持者を奪うことしか考えてない。散々借り作ったから後が怖いと。どこに希望が広がる要素があったのか全然分かんないですけどね、私には。赤旗読者数、党員と同じくね、共産党は今後ずっと右肩下がりですよ。増えっこねえよ。戦いはこれからだーって。
幹部がこう言っておかないといける、勝てるって思って入るんですが、下っ端党員ががっかり気落ちしますから、まああの精一杯強がってるんでしょうね。そもそも共産党に失敗やミスは存在しない建前だし、いつでも何があってもですね、大成功絶好調って言ってないとね。今日の単身です。5月の実質賃金は前年の比マイナス 1.4%、 これで26ヶ月連続マイナス記録、2年以上連続マイナスなんで、一昨年と比べたら 1.4% どころではなく落ち込んでいるということですね。日経平均は4万超えで史上最高値更新してるんですけど、庶民の生活は苦しくなるばかり、それもこれも増税に励む財務省とそれを止められないバカの自民党のせいですね。実質税率 47% ってどこの江戸時代なんだ、五公五民か。小田原北条氏はですね、四公六民で今より負担が少なかったですよ。しかも課税対象米だけ、ぶどうとか果物とか野菜は課税対象の何型だから四公六民よりも楽だった。岸田なんで支持率上がんないんだよ。本当にバカで嫌になる。実質税負担率が重すぎて生活苦しいからに決まってるんでしょうね。足立区の評価、足立区民、足立区は治安がいいと思ってる足立区民 59.5%、 6割、まあまあいい数字ですね。足立区民以外の人に足立区って治安いいと思いますかって聞いたら 7.4% しか治安がいいって答えなかった。実際はそうでもないのに、住んでる人は満足してんのに区民以外からのイメージが猛烈に悪いみたいですね。原因は分かんないですけど、こういうのって大体がテレビと新聞のせいじゃないかなって思います。台東区下谷署巡査長38歳、窃盗で書類送検と懲戒免職。女性が死亡したアパートで遺族と同僚が話している隙に遺品の20万円を盗んだ疑い。過去にも同様の手口で2回盗んだと供述。常習犯ですね、あれば盗むんだこいつ。書類送検されたが起訴されるかどうかは不明であります。身内かばって不起訴になるかもしれない、もみ消されるかもしれない、なんでだか知んないけど本名も報道されてないしね。名前やっぱりね、ドラマのような正義感あふれる刑事は警官いないし、そんな人絶望してとっくに辞めてるしね。いないからドラマなんだよね。手術の成功で奇跡だなんてのもないからドラマだろうなんだよね。ないから、ありふれてたらドラマなんではね。7月7日、山口県宇部市で70歳女性が自宅で倒れているのが発見され、病院に搬送されたが死亡。熱中症とみられるそうですね。室内でも別に作業とかしてなくても熱中症になっちゃいますから、皆さんもご注意ください。三重県伊賀市、草刈りをしていた81歳男性が倒れて死亡。これも熱中症とみられる。昨日はですね、今年一番の猛暑だったのになんで草刈りやんだろう。なんで草刈りすんの。秋になって涼しくなってからじゃダメだったんですかね。せめて夕方日が落ちてからとか、めちゃくちゃ早朝とかね、朝4時から6時までとかさ。昨日に引き続き今日も猛暑であります。皆様もくれぐれもご注意ください。あとチャンネル登録もついでによろしくお願いします。関係ないですけど、デトックスジャパン。